オーストラリアサッカー連盟はオーストラリアのサッカーを統括する団体。略称は1921年にオーストラリアンサッカーアソシエーションとしてシドニーで設立。しかし1960年に国際サッカー連盟から活動停止とされた。1961年にオーストラリアンサッカーフェデレーションとして再設立。FIFA へ罰金を支払い、1963年に 再加盟した。1964年にはアジアサッカー連盟へ加盟申請も却下され、1966年にニュージーランドとともにオセアニアサッカー連盟を結成した。2005年、名称をフットボールフェデレーションオーストラリアに改称。同年に AFC への転席を申請し、4月17日に OFC を脱退。 2006年1月1日付で AFC に加盟した。オーストラリアでは長らく3種類のラグビー、水泳、クリケットが人気で、特に3種類のラグビーとクリケットが4大スポーツと言われていた。オーストラリアは人口を増やすために移民を積極的に受け入れてきた。サッカーは特に欧州系移民の間で盛んで、競技人口も多かったが、 一般の国民にとってのサッカーは移民のスポーツであり、見るスポーツとしては、マイナースポーツであった。ところが、オーストラリア政府主導の国家プロジェクトとも言うべき一連の改革、オーストラリアサッカー革命により、オーストラリアサッカーは劇的な変貌を遂げた。始まりは、FIFA ワールドカップ、日韓大会の開催であった。初めて時差なしで観戦できた、この大会で、 オーストラリア国民のサッカーへの関心が高まった。そこに商業的価値を見出したオーストラリアの当時の首相ジョン・ハワードはサッカーをきっかけとしたオーストラリアのアジアへの進出というプランを描きオーストラリアサッカー界改革を決意オーストラリア国内最大手のデパートの経営者であり国内有数の資産家のフランク・ローウィにオーストラリアサッカー立て直しを依頼した。 政府の意向を受け、オーストラリアサッカー連盟は2003年にフランク・ローウィを会長に選出し、2005年、同国初のプロリーグ A リーグ発足や32年ぶりの W 杯出場そして AFC への転籍などの改革を成し遂げた。フランク・ローウィは2003年から2005年11月まで連盟会長を務めた。その後、フランク・ローウィの三男スティーブン・ローウィが 連盟会長に就任した。オーストラリア発のプロリーグ A リーグ誕生前にも、同国には、ナショナルサッカーリーグというセミプロリーグが存在していた。だが、NSL は、多くの問題があった。一つは、財政破綻の問題である。1970年代から2004年までの間に、NSL の累積赤字は、日本円で約400億円に上るまでになっていた。毎年、 政府は NSL に対して補助金を支給してきた。そのため政府としても NSL 改革は急務であった。他の問題として NSL のクラブのほとんどが移民のチームだったことがある。小都市のチームこそ多人種混合チームも存在したが大都市では移民のそれぞれの出身国のクラブが競い合っていた。そのため試合では 民族間の代理戦争とも言えるサポーター同士の衝突が頻繁に起きた。例えば、クロアチア系移民のチームのシドニーユナイテッドと、ギリシャ系移民のチームのシドニーオリンピックの試合では、クロアチア系移民とギリシャ系移民が衝突するわけで、ある。そのような民族色が強い移民のチーム同士のリーグ戦に一般の国民が興味を抱くわけがなく、 さらにチーム間のサポーター同士の衝突もあり、一般国民にとってのサッカーのイメージは、暴力的で民族色の強い移民のスポーツというものであった。連盟も何の手も打たなかったわけではなく、1990年代から NSL のチーム名に民族的な由来を示すような名前を付けることを禁止し、都市名の見たは都市名相性の新しい名称に変えることを義務づけるなど、 移民のスポーツからの脱却を図ったが、根本的な解決にはならなかった。これらの問題をすべて解決するために、フランク・レイビ連盟会長のもと NSL を生産し、2004年11月に、同国初のプロリーグ A リーグを発足させた。A リーグは民族ではなく、日本の J リーグ同様、地域性をコンセプトに据え、1都市1チームを原則として、 民族色の強いチームを排除し、暴力的なイメージを一新させた。なお、A リーグに加入できなかった NSL のチームは規模を縮小し、A リーグとは別の独自のリーグ戦を開催している。A リーグは2005年8月より本格的にリーグ戦を開始し、A リーグ全体で平均観客動員数1万人を記録。A リーグは移民のスポーツであり、 マイナースポーツであるとのオーストラリアのサッカーのイメージを一新させることに成功した。一般的にサッカーの発展には国内リーグの成長と代表の強化の両輪が必要である。A リーグが発足した次は代表強化であった。オーストラリア代表は FIFA ワールドカップ西ドイツ大会に初出場して以来32年間世界の舞台から遠ざかっていた。 移民が多いオーストラリアは欧州リーグでプレーしている選手が多くと熱意が必要とされたが、根気強く交渉を続けヒディンクの監督昇平に成功した。当時のオセアニア予選は集中開催方式で行われ、2次予選での上位2カ国が2005年9月3日と9月6日の最終予選を戦い、その勝者が2005年11月12日と11月16日の 南米ゴイトの大陸間プレイオフ2試合を戦うという期間に余裕があるものだった。ヒディンク監督招兵時点で残る試合は2005年9月3日と9月6日の最終予選2試合と同年11月12日と11月16日の南米ゴイトの大陸間プレイオフ2試合だった。期間に余裕があることを逆手に取り PSV との契約中で難色を示したヒディンクに PSV 監督と兼務で構わないと説得した。また、オーストラリア代表選手の主力の多くが欧州でプレーしていたこともプラスに働いた。ヒディンク監督は、PSV の監督を兼務したまま、2005年7月にオーストラリア代表監督に就任。オーストラリア代表は9月の最終予選における、タイソロモン諸島2試合を7-0。 二から一で勝ち上がり、南米予選も位のウルグアイ代表との大陸間、プレーオフに進出した。11月12日第一戦アウェイでの、ウルグアイ戦では、破れはしたものの最小失点で切り抜け、ホームでの第二戦に臨んだ。この際、カンタスコークルが協力し特別なチャーター機を手配した。35人の代表選手団に対し220人乗りのジャンボ機を用意し、 帰国の準備ができ次第すぐに離陸した。負傷者の負担を減らすため、低い高度で飛び、実際に早く適応できるような工夫をした。機内には疲労を取り除くために、マッサージ台の設置、特別な食事メニュー、酸素ボンベの供給などあらゆるものが準備されていた。対して、ウルグアイはチャーター機を用意できず、二度のトランジットを余儀なくされ、疲労困憊で第二戦に臨む羽目になった。 ホームでの第2戦を1から0で勝利し、これで1勝1敗、2試合合計スコアも1から1と並び PK 戦に突入。これを4から2で制し、ついに32年ぶりの本大会出場を決めた。さらに、ヒディンク監督が引き続き指揮を取ったオーストラリア代表は本大会でもベスト16という大躍進を見せた。オーストラリアサッカー連盟も多くの評論家やファンも オセアニアサッカー連盟からの脱退、そしてアジアサッカー連盟への参加を以前から希望していた。その理由は、OFC にワールドカップ出場独自枠がなく、常に南米などの競合と大陸間プレイオフを戦う必要があり、32年間予選敗退を繰り返したからである。また、OFC 加盟国は11カ国しかなく、オーストラリアとた、戦術の通り、 選手の多くが欧州のクラブに所属し、代表活動時間が限られている上に、たまに行われる真剣勝負が、大差のゲームでは強化が進まないのは当然であった。AFC 転席には、OFC と AFC 双方の了解が必要だったが、オーストラリアサッカー連盟は、政府の後押しを受け、念入りにロビー活動を展開した。2005年3月23日に、 AFC 執行委員会は全会一致でオーストラリアサッカー連盟の AFC 参加を承認した。AFC の当時の会長モハメド・ビン・ハマムはオーストラリア参加による経済的な利益を考慮したと説明している。OFC は4月17日にオーストラリアサッカー連盟の離脱を承認した。FIFA はこれを受けて2006年1月1日の時点をもって AFC へ。 オーストラリアサッカー連盟が移動することを発表した。また、オーストラリアサッカー連盟も従来のアメリカ英語であるサッカーの使用を止め、フットボールフェデレーションをオーストラリアへ改名した。同連盟のキャロル運営部長は、記者の AFC 転席はアジアのビジネスマーケットを意識したのかとの質問に対し、もちろん、フットボールはアジアの共通言語。我々は、 世界で最も急成長しているアジアのマーケットに関わりたかった。特にスポーツの分野で。しかし、オーストラリア特有のスポーツ、クリケット、オージーフットボール、ラグビー、ラグビーリーグはアジアとの接点がない。接点があるのはサッカーのみだ。スポーツ業界はビジネスチャンスも多いから、サッカーの試合を通して国、文化、 経済的な意味でもアジア進出をしたかったと答えている。FFA を構成する9つの連盟の図1882年にニューサウスウェールズ州にサッカー連盟が設立されて以来、オーストラリアのサッカーは連邦型のモデルをとっている。国全体を統括するオーストラリアサッカー連盟と州 順州ごとに9つの連盟があり、さらに区や地域ごとに100以上の連盟が存在する。オーストラリアの一部リーグである A リーグの会ディビジョンと位置づけられているナショナルプレミアリーグスは各州、準州のサッカー協会ごとにディビジョンが設けられている。ありがとうございます。